淡路駅。淡路駅は、大阪府大阪市東淀川区東淡路4丁目に、所在する、阪急電鉄の駅。駅番号は、HK-63。通勤特急以外の全種別が停車する。当駅構内で、京都本線と千里線が、平面交差するため、両路線の乗り換え駅としても機能している。また、2019年3月16日には、 西日本旅客鉄道 JR 西日本大阪東が延伸開業し JR 淡路駅が設けられたことで阪急と JR 線の乗り換え駅にもなった2019年現在高架化工事中で高架化完成後は京都本線と千里線は上下二層構造の立体交差に改良される詳しくは後述する 島式2面4線のホームを有する地上駅で列車の退避が可能。京都河原町寄りの東西双方に改札口が設けられており、各ホームは地下道で連絡している。長らくホーム、改札口間の移動には原則として階段を上り下りしなければならなかったが、2006年3月に地下道とホームを結ぶエレベーターが設置された。発車案内は上り、 下りともに LED 式のものが設置されている。2007年9月5日に更新されたもので、それまでは反転フラップ式のものが運用されていた。また、下りホーム4.5号線では朝のラッシュ時に発車ベルが使われており、4号線は高温タイプ、5号線は低温タイプが明動される。各線の木、終点駅以外で使われている唯一の駅である。 京都本線と千里線は写真のように平面交差している。上下線ともにホーム手前に複雑な分岐があり、駅構内では時速 50km または時速 30km 以下の速度制限がかかる。当駅を唯一通過する通勤特急はカーブが連続する上、新城駅13駅間でも特に速度を落とさなければならない場所となっており、 京都本線のダイヤ上の最大のネックでもある。千里線の列車は上下線ともに早朝、深夜を除くほとんどの列車が京都本線の列車と到着時刻が近接している関係で本線の列車を先に通すため、交差手前で信号待ちによる停車を余儀なくされている。その一方で、上り同士、下り同士の普通の対面接続が終日行われている。このため、 本線と千里線をまたいで移動する場合、乗車駅で直通列車に乗ることができなくても当駅で容易に乗り換えることができる。なお、駅と路線の成り立ちの関係、歴史を参照から京都本線と千里線が直行するのではなく、京都本線の十三駅から、 千里線の北千里駅へ向かう線路と、京都本線の京都河原町駅から、千里線の天神橋筋六丁目駅へ向かう線路とが、それぞれ直線的な配線となっている。阪急電鉄では、通常は、丸子由美、女性が大阪梅田方面行きを、片山光つを、男性が反対の神戸三宮、神戸本線、宝塚、宝塚本線、 京都河原町方面行きの自動放送を担当している。しかし、淡路駅では、ホームが狭く、また同時に入線するダイヤが多いため、外側主本線、2号線、5号線を、片山、男性が、内側大使線、3号線、4号線を、丸子、女性が担当している。これは阪急で、唯一の例で、従って、 通常とは逆方向の担当者による放送を耳にすることができる。2017年、平成29年度のある特定日の乗降人員は33,688人である。各年度の1日平均乗降、乗車人員数は下表の通り、東西ともに駅前は商店街で、その周辺に住宅街が形成されている。 JR 大阪東線と京都河原町、北線里方の平面交差の北側で立体交差している。同線の JR 淡路駅は北へ約300メートル東淡路商店街を通過し徒歩5分程度の距離にある。京都本線の3.3キロメートル、総善寺駅付近から上、新城駅付近と千里線の3.8キロメートル、 国島駅付近、水田駅付近にわたる区間を高架化して、当駅構内の両路線の平面交差を解消すると、共に、区間内の17箇所の踏切を除去する事業が進められている。事業主体は、大阪市で2008年、平成20年9月に着工。2024年度末の高架切り替えを予定している。新駅舎は4階建てで、 現在の駅より若干南東側に移動する。駅の構造は二階が改札とコンコース、三階が上りホーム、四階が下りホームとなる。これにより、京都本線と千里線は立体交差化され、前述のダイヤ上のネックも解消される。両路線に加えて、当駅の北側に位置する地区定の JR、大阪東線、道線を、高架橋でまたぐ東海道新幹線と、 立体さする必要があるため、駅舎は近年に同様の構造で高架化された京急カ田駅の24メートルを超える約30メートルの高さになる。主たる区間において既存の線路を仮線に移動した土地に高架線を構築するのではなく既存線をまたぐ構造の直上高架方式が採用されている。またこの事業に関連して大阪市では 駅の主に東側周辺で土地区画整理事業を進めている。これは駅周辺に密集した老朽木造建物や狭い道路が多く防災上問題があったため駅の高架事業を機に周辺を区画整理し駅前にふさわしい町と道路を整備するものである。大阪市の新幹線のターミナル駅である新大阪駅に乗り入れていない阪急は 当駅や神戸本線の神崎川駅、13駅から新大阪駅にアクセスする阪急新大阪連絡線を構想し、免許を取得していた。しかし、当駅や神崎川駅からの区間については2002年、平成14年12月6日に免許を執行させた。ただ、地元住民から新大阪へのアクセス改善を望む、声が多かったため、 阪急バスにより2006年5月から当駅と新大阪駅を結ぶコミュニティバス、i バスを運行していたが、利用者の増加が見込めない状況にあることを理由として2008年3月31日で廃止された。一応補足はすると南方駅で降り、未動筋線に乗るという方法が当時の最短となる。なお、前述の通り2019年3月16日に、 JR 大阪東線が開通し、JR 淡路駅が開業したことで、淡路地区から新大阪へのアクセス問題は改善された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。